夢和湖から鬼和湖へ、土佐の歴人長宗我部元親。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は長宗我部元親について紹介していこうと思います。四国を代表する戦国武将、長宗我部元親ほど少年期と壮年期、そして晩年のギャップが激しい武将はいないと思います。軟弱な色白美少年が突如開眼、鬼和湖と呼ばれるまでの活躍をして四国をほぼ手中に収めたものの、晩年は家臣や実の息子を排除しまくる暴君と化したのです。さて、彼は一体どんな人生を歩んだのでしょうか。色白の美少年姫和湖。元親が生まれたのは天文8年のことです。豊臣秀吉や前田利家はほぼ同世代にあたりますね。父親は長宗我部国親。一時零落した長宗我部氏を復興し、土佐をものにしようという気概あふれる武将でした。そんな国親の悩みの種は嫡男の元親のことだったんです。背は高く美形だったそうですが、色白でおとなしく見るからに軟弱、姫和湖と呼ばれてしまうほどでした。ぼんやりしていることも多かったそうで、こんなのに家督を譲ってもいいものかと国親は悩んでいました。姫和湖から鬼和湖へ突然の覚醒。そのせいか元親の初陣は極めて遅く、22歳になってからでした。早ければ10代前半で初陣ですから、どんだけ遅いのって話です。永禄3年、土佐の覇権をめぐって元山氏と衝突した長浜の戦いが元親の初陣でした。相変わらずの姫和湖な元親は、戦の直前になってから家臣に槍はどう使うのかと尋ねるほどで、周りのムードはあちゃーな感じだったようです。とはいえ、その家臣は元親に槍は敵の目鼻を狙うのですぞと教え、大将は臆さずにいるものですと付け加えました。うなずく元親、どこまで分かっていたのか不明ですが。ところが戦が始まった途端、元親は一変します。手勢を率いて敵に突っ込み、50機で敵兵70余りの首を挙げるというびっくりな働きをしたんですよ。自らも2つの首級を手にし、姫和湖なんて嘘みたいな戦功を挙げたんです。それだけではありません。生死を振り切り、勢いに任せて敵方の城を奪ってしまったんです。怖さを知らないってこともあったんでしょうが、すごいですよね。彼を姫和湖と呼んでバカにしていた者たちはきっと口ポカーンな状態だったことでしょう。こうして元親は姫和湖ではなく鬼和湖と呼ばれるようになったのでした。土佐統一への戦い。長浜の戦いの直後、父国親は病に倒れ亡くなりました。ただ元親の働きを見てちょっと安心していたことでしょうね。こうして家督を継いだ元親は積極的に土佐平定に乗り出します。元山氏との戦いに勝つと、共闘していた一条氏から自立を企て勢力拡大を目指していきました。その手法は毛利元就も使ったやり方だったんですよ。周辺豪族と姻戚関係を結んでちゃっかり乗っ取るというやつです。弟2人を切らし、高祖壁氏に養子に出し、一条氏の家臣角氏には自分の三男を養子に出し、周りみんな一族みたいな形にしたんですね。後に次男は香川氏に入りましたから、着々と足場を固めていったわけです。十分に力をつけた元親は天正3年に四万十川の戦いで一条氏を撃破、ついに土佐統一を成し遂げたのでした。もう誰にも姫和湖なんて言わせませんよ。信長との同盟、そして四国統一を目指す土佐をものにした元親。このままの地位に安穏と居座るつもりはありません。乱世に生まれたなら狙うはさらに上、
まずは四国を制覇しようと思い始めました。この頃はちょうど織田信長の全盛期、天下人となるのを目前にした信長と元親は同盟を結びます。この時役に立ったのが元親の正室と信長の重臣明智光秀との縁でした。元親夫人は光秀の家臣斉藤利光と異父兄弟だったとも言われているんです。ちなみに斉藤利光の娘に春日の局がいるんですよ。こうして信長と首尾よく同盟を結び、四国切り取り次第のお墨付きをもらった元親は阿波や讃岐などへ進攻を開始したのでした。元親を支えた原動力、一両具足。長宗我部氏を支えた原動力となったのが一両具足と呼ばれる半農半兵の人々でした。普段は農業をしており、ひとたび戦となると具足、甲冑をまとって兵になるというわけです。一両とは具足の数え方です。元親の父国親の頃からこのシステムが取り入れられ、元親の四国統一に大きな力となりました。忠誠心もあり、後に長宗我部氏が改易となった際にも新領主に反発して大規模な一揆を起こしたほどです。元親は四国統一に乗り出した理由を問われた際にこう答えたそうです。家臣に褒美を存分に取らせてやりたいし、妻子にも何不自由なく暮らしてほしいのだと。そう言ってくれる主になら喜んで使えますよね。また元親は時に一両具足たちの意見を採用しました。阿波攻略の際など側近よりも彼らの意見を重視したほどです。そんな元親を全力で支えようと一両具足たちは奮起し、元親の四国統一についていったんです。信長の手のひら返し。阿波の三好氏や蘇郷氏と戦いを繰り広げ、四国統一まであと一歩のところまで来た元親の勢いはまさに破竹の快進撃でした。ところがそれを見て危機感を抱いたのか、信長が急に手のひらを返します。土佐と阿波南半分は認めるけど、あとは俺によこせと言ってきたんですよ。これでは話が違うと元親は反発し、あの信長と対立してしまいました。信長は討伐軍を編成し、まさに四国に渡ってこようというところまで来ました。元親大ピンチです。しかしここでなんと本能寺の変が起きたんですね。そのため討伐軍は四国にやってくることはなく、元親は四国平定を続けることができたんです。なんというラッキー。この後は徳川家康と組んで豊臣秀吉に対抗するなど、中央へのアピールも忘れませんでした。そして天正13年、元親はほぼ四国を統一しました。諸説あり。元親暗君化の最大要因、息子の死。しかし豊臣秀吉の天下統一事業はものすごい勢いで進んでいきました。やがてそれは四国に及び、秀吉は10万超えの大軍を四国に派遣してきたんです。これにはどうにもならなくなり、元親は降伏して秀吉に臣従し、領地は土佐のみとなってしまいました。こうして秀吉の臣下となった元親は天正14年1586年の九州征伐に従軍します。この時は将来を期待した嫡男信親も一緒でした。そして九州征伐の初戦である辟易川の戦いで悲劇が起きたのです。豊臣軍の意見は川を渡るか渡らないかで真っ二つに割れ、戦国秀久などは川を渡るべきと主張しましたが、元親からは渡らずに敵を引きつけるべしと主張しました。しかし戦国の意見が通って川を渡ることとなり、結果豊臣軍は島津方の兵にコテンパンにやられてしまったんです。乱戦の中、元親は信親と離れ離れになってしまい、なんとか伊予へと退却します。しかし彼の耳に入ったのは信親討ち死にとの知らせでした。元親は憔悴し、後追い自殺までしようとしますが家臣に止められています。幼い頃から頭が良く立派な若武者に成長した信親の死は元親に大きなダメージを与えました。そしてこれ以降、元親はまるで別人のように暗君化していくんです。
暗君となった元近。信近の次に誰を後継者にするかという問題が当然持ち上がったわけですが、元近はここで強行に末子の森近に譲ると言い出します。他家に養子に出ているとはいえ、ちゃんと次男と三男は健在でしたし、森近はまだ13歳。このため反対する家臣たちもいました。なんとここで元近は反対した者を粛清してしまったんです。しかも次男は直後に亡くなり、元近が毒殺したのではないかとも、ショックで自殺したのではないかとも言われているほどです。後に三男も家臣の残言を信じて幽閉してしまいましたし、まるで今までの元近とは違う諸行の数々が行われたのです。こうしてかつての輝きを取り戻すことなく、元近は関ヶ原の戦いの直前に61歳の生涯を終えました。その後の長宗我部家は関ヶ原で西軍に加担し改易、大阪の陣で再起を期した森近は豊臣方に参戦しますが、敗れて処刑されたのでした。まとめ 1. 若い頃は姫和子と呼ばれ軟弱だった。 2. 初陣で突然大活躍し鬼和子となる。 3. 土佐統一を成し遂げた。 4. 織田信長と同盟し四国統一へ乗り出す。 5. 元近の原動力の一つは一両具足だった。 6. 信長に攻められそうになるが本能寺の変が起きたため難を逃れた。 7. 九州征伐で嫡男信近を失う。 8. 晩年は暗君化し家臣や息子を排除した。信近を失ったことは大ショックだったのでしょうが、それで崩れていったのは少々メンタルに難があったんでしょうか。次男か三男を後継者にしていたら長宗我部の未来は違ったかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。